杉谷健士かっこ杉谷健士とは日本の宇宙工学者であり宇宙航空研究開発機構の宇宙飛行士です。俺宇宙飛行士なんか2022年には国際宇宙ステーション ISS に滞在するためのミッションに参加することが決定しています。杉谷さんは宇宙開発やロボット技術などの分野での研究開発に携わってきた経験を持ち今後の宇宙開発において重要な役割を果たすことが期待されています。なんか近い名前の人がいるのかもしれないですね。 AI これ大丈夫なんですかこれ。まあでもあの AI っていうのはこうちょっとずつ学習をしていくので。あ、なるほど。はい、では少し詳しい質問。元プロ野球選手の杉谷健士さんについて教えてください。これはもう分かるんじゃないですか AI だったら。